海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っています。今回は護衛艦出雲加賀建造されるきっかけを詳しく見ていきますね。意外なことかもしれませんが、護衛艦ヒューガと輸送艦大隅です。F-35B 戦闘機の配備基地が宮崎県の新田原基地となっていますが、ロシア情勢も考えると、42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなど、いろいろ考えられます。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが、F-35B 戦闘機は、新田原基地に配備され、ロシア情勢次第では、東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する。艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進化されてきている。このような状況下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載仕様出雲、型護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いない。出雲、型護衛艦は、海上自衛隊の艦種分類上から、ヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称として、DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からは、ヘリ空母として認識されている。出雲、型の初限、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m。全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水 7.3m。蒸気初限から、名実ともに、海上自衛隊で、最大の規模を誇り、最大で、14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしていただきたい。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを、飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されている。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていった。こうした経緯から、中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や公船の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事になっている。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は、沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていた。仮に中国との有事が起こった際には、在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだ。こうして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出された。
それを理由に、リズモ型に対し、F-35 ライトニング2B 型を、艦載機として、運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる、念願の海上自衛隊の航空母艦保有が、現実のものとなった。リズモ型は、通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を艦内より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるが、これ以前にも、海上自衛隊には、同様の形式の艦艇が、すでに存在していた。それが、1998年より、3隻就役している大隅型輸送艦と2009年より2隻就役している日向型護衛艦であり、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇である。この大隅型輸送艦は海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、LPD、ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 客1級エアクッション型揚陸艇を運用することができる。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0m。全幅 25.8m、深さ 17.0m、喫水 6.0m となっており、前途した、出雲、型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかる。この艦が、全通式の飛行甲板を有していても、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、したがって、エレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっている。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえに、ヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容は、あくまで応急的な運用に止まり、基本は、飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも、理由の一つとして挙げられる。それでも、大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の L 客1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた、戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された、水陸機動担当の戦力投射に、必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲型に先駆けて、全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前身となったのは、2009年から2隻が就役している、日向型護衛艦が最初であった。この、日向型護衛艦は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0m、最大幅 33.0m、深さ 22.0m、喫水 7.0m の規模であり、これも冒頭の初舷と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つ。日向型護衛艦にはヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は3カ所で実施できる仕様となっている。ここで、日向型と出雲型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20ミリバルカン砲、シース2機と防空ミサイルリム、1162機を搭載するのみである。これに対して、
ヒューガ型は、20mm、バルカン砲のシウス2基搭載は同様だが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射管2基とマーク、41VLS、垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに、16発の艦対空ミサイルと12セルに、アスロック対戦ミサイルを収容している艦である。リズモ型は、必要最低限の互換防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装等は、護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに、比べてみれば、ヒューガ型は、単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷ける。今のような世界情勢になったからこそ、リズモ型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、ヒューガ型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかった。そのため、大隅型輸送艦で、全通式の飛行甲板の導入は、されていたが、ヒューガ型の建造に際しては、政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになる。1つ目の案は、すでに存在していた、春名型、白根型と、同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が、艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つも、のだった。結果的には、全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ、最も合理的であり、その後の、出雲、ガタイとつながる実績を作ったと称えられるが、今から考えれば、覚醒の感が拭えない気持ちである。